はい、おはようございます。はい、慶応麻雀をご覧の皆様にはちょっとあまり馴染みのない光景だと思いますが、本日ゲストで来ていただいている久人プロを連れ出して屋外に来たわけなんですが、何やんのよこれ。何やんのこれ、何やらせんのよ、まあ、何やらせるわけ、見りゃわかんだろこの格好しててさ、このボール持ってて何やるかわかるっしょ。もうだいたい考えてみりゃ一人いないよ。一人いない、だからもうその時点で怖いですよね。まあね、ちょっと今日気合い入ってるから、あの人はスポコンシュがします、まあ、久さんはまあやっぱスポーツ万能だからさ、やっぱその辺も皆さんに伝えていきたいなとは思うんですけど。イメージですよ、それはイメージですか。じゃあ今日それをあの事実を伝えましょう。いや実践で、じゃあ今からね、まあ、自信ないって言うんであれば、はいはい、やったことあるのみんな。ないです。ないの？ゼロ。ないです。テーブルテニスしかないです。じゃあ呼んじゃおっかな。じゃあ、先生、スポコンオラオラ教授お願いします。お願いします。怖い人来ました。あ、教授、おはようございます。今日はまあテニスで大丈夫ですよね。うん。でまあどうも最近みんながたるんでるっていうこともあるんで、あとまあもちろんゲストの久さんのね運動神経を皆さんに伝えていこうという趣旨で、まあもうテニスといえばこの方という感じでね、麻雀界一のテニス、名人と言ってよろしいんじゃないですかね。多分大丈夫です。大丈夫ですね。はい。なんで今日こう体を張らせるんですか。やっぱたるんでるからじゃないか。たるんでるから。体力とかやっぱ関係麻雀。あるんですか、うん、やっぱりまあ、今包囲戦戦ってるね瀬戸熊さんなんかもやっぱり体力が大事だと、はい、久さんどうですかやっぱ体力は。体力はないっすね、もうないんかい。体力は麻雀どうですかっていう。ああもう気にしたことないね。まだそこまで衰えてないんだけど、はいはいはい、体を動かすのはきついです医者から止められてるんですよ。あ、ドクターストップ。テニスだけはやっちゃいかん。ああ、なるほど。テニスという競技だけ途中でいなくなる可能性あります。まあ今日はちょっとできるところまでやっていただいて、はい、あとは先生がいますんで、先生今日見どころどの辺ですか。今日の見どころ、見どころ、うん、こいつのこの辺がたるんでるから締め上げてやろうとか。やっぱ慎吾ですかね。いや、一発は当てたいな。そういうゲームじゃないです、はい、ということで最後までお楽しみください。さあヒロさん、はい、早速じゃあ実践というかまずは練習といったらあれなんですけど、ね、はい、まあ、私もとにかくテニス初心者で何も分かんないんであれなんですけど、はい、まあ、今ね向こうであって4人で遊んでるわけなんですけど、はい、まあ、ヒロさんこっち1人で向こう4人で、まあ、こう軽いラリーをやって、うん、この中に入れるように打とうねとか、うん、そう、なんかこう簡単なアドバイスを、はい、まあ、初心者でも分かるようなアドバイスを知っていただいて、はいはい、後につなげていこうというような格好になりますんで、はい、じゃあまずはあいつらワイワイやってるんで、はい、ちょっと相手してあげてください。じゃあスタートです。空振りってあるんすか。そんなことあんの。ヒロさんあります、あります、あります。うまいね、うまい、うまい。まあまあ、うまい、うまい、うまいよ。おー、いいね、いいね。交代。交代。
佐々木プロはあんまりテニスのセンスがないようですね。したことない。大したことないっすね。どうすかどうすか。余裕っす。いけるね。いけますねこれ。医者から止めたりだれ止められてるだけ腰が、はい、先生 DL 行きますか DL あそうだ、ね、怪我人と DL 全然ダメだもん。じゃあ先生一人脱落です。スジの誰か聞いてほしい。あ、分かった。わあ、いやみんないい勝負だね。まあ井出くんが最初一番良かったと思ったら吉野なんか早いの打ってきたからね。一人は問題外。一人はけど思ったより頑張ってますね。頑張ってます。いやさすが卓球経験者みたいな。ああ、久さそうリタイアです。おい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 おお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 お早いよ、ちょっと。やばいね。はい、バッチコイ。よく見てるところに行って。おお。狙いすぎだよ、狙いすぎ。狙いすぎ。はい、おお。はい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 。は
Ha 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 ha!